とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。アップデート、来ましたね。いろいろと増えてます。まず、ネザー。そして、古代狩り。だね、まだちょっとね、わからないことだらけだけども、今日は古代狩り、行きたいと思います。一回ね、行ってみたけども、まあ、金を105、60個入手しただけで別に何もなかったのよ。で、これね、どうも、古代人に会えるらしいんだよね。今日はちょっといいものを捧げて古代人に、会えればいいかなと思ってます。ユニーク品がね、どうもいいらしいのよ。なので、ちょっとユニークの別にいらないやつを入れてから、行ってみたいと思います。さっきね、普通にダンジョン入って、ユニーク品をいくつか取ってきたので、これで行きましょう。あと一個、これか。古代人に遭遇する確率 73%。で、古代人の平均が 1.2 か。ちょっと少ないね。で、エンチャントポイントを振ることによって確率を上げることができます。これぐらいでいこうか。遭遇確率が 89%。で、平均人数が 1.9。まあ、90% の2なので、悪くないでしょう。で、これね、エンチャントポイントを使うと戻ってこないらしいのよ。この限りあるエンチャポイントがなくなるっていうのが結構きついんだけども、まあこれで行ってみましょう。では行きましょう。装備はこれで行こうか。締め具、バトルローブ、ハープクロス。で、キノコ、マント、ブーツ。だね。で、途中で、ちょっとね、アーティファクトをエレメントのカバンに変えたりしていきます。あ、ここら辺はね、カバンが合うね。檻の中に敵が入ってるんで、そこはね、カバンでゴシゴシやるだけで勝てるので、装備品をね、ちょっと変えながら行くっていうのが、コツみたい。ほんと、これ死んでしまったら、元も子もないからね。はい。エレメントの釜はね、ほんとに強い。はい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 。これぐらいの敵が、もう一気にこう放出されると、もうやばすぎるからね。しゃあ。ああ、でもなかなか、霊気しか出ない。はい、オッケー。ああ、はい、OK。ここで放出されるわけか。いいね。OK、OK。結構ゴリゴリいけるかなと思いきや、敵がもうほんととにかく強くて。ああ、お前か。よし。強すぎるからね、なかなか先に進みにくいんだよね。あ、もうむしろこれで行ったがいいな。開ける場所はどこだ。どこだ、あった。行くぞ。敵は放出されてないか。出た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 。やっべ、お前か。やべえ、これ。ああ、ちょっと待て。マジできつい。あ、うそ。やばい。やばい、やばい、やばい。ちょっと待て。お前らまず倒す。ちょっと待て、ラグるな、ラグるな。ラグったら終わり。オッケー。よし。おお、きつい。よし。別に。アイテムは何もなさそうだし、いいのかな。
いいね。アイテムはほんと一つもね、無駄にしないようにいきます。ちょっとエーベントで倒してから進むね。こっちもエレメントにして、いやむしろもうこっちの方が安定するか。あ、こっち、あ、パンダ、え、パンダちゃんいるよ。あー、これ嘘だろ、うわーい、きつい。よし、これちょっと隠れながら行こう。うわー、よし、この作戦で行きましょう。あー、嘘、うわ、重力パルスついてる、最悪。あ、ようやく金があったか。いや、でも7個か。金は本当かなり、重要なんだろうね、これ。ポンポン出ないもんなんだな。よし、では、ネザーゲート、行きましょう。こういうところか。あ、ブレイズいるな。ブレイズはね、超戦いにくいんだよね。ああ、おい、待って、ちょっと待って、おい、きつ、お、待て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 、とんでもねえのがいっぱいいるわ。おい、ちょっと待て、よし、いやね、古代人なんていないよ、いないいない、どこにいるの。もうもう次行きましょう。あー、なんかここもきつそう。あと一回死んだら終わりなのよね。うわー、絶対きついわ。あー、やられた、最悪だ。うわー、なんか変なの出てきた。忌まわしいウィーバー、何これ。あのね、え、これ永遠に湧くの、クリーパーが。これ無理じゃない。え、嘘やろ、え、こんなんどうやっていくん。よし、 OKOK、 今チャンス。うわー、これむず、これ、ちょっと待って、この無敵時間の時にもうダメージ与えるっきゃねえわ。よし、倒した。おい、何ここ、きつっ。クリーパーのエンチャントのやつが永遠に湧くとか、マジできついな。え、ここは、え、何、またなんか押すやつだ。止まらない牙っていうのが出てきたよ。おいおいおいって、ちょっと待て待て、きつい、マジきつい、止まらない牙、マジきつい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 、はははは、きつ、なにこいつ、回復しよう。なんだあいつ。はい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 、あのイノシシのエンチャントされてるやつね。なんだあいつ、あんなの倒せねえぞ。でもまあ倒したらアイテムは、おお、金のアイテムもらえてる、マジか、金のアイテムもらえてる。そうかそうか、あ、あれが古代人ってことかな。金のアイテムもらえてる。ちょっと、キノコどこだ、キノコ装備して、行きましょう。なんだこの止まらない牙、ほんとに。ちくしょう。いや、待って、待って、きつい、きつい、きつい。次こそは。よっしゃ、なんか、なんかゲットきた、なんか、なんかゲットした、 OK、 おお、折れたソーブレード、これ入手しました。でもレアじゃん、レアのやつか、これユニークだったらすごいんだろうな。おっと、ここも強襲イベントだ。
またなんかすごいの出るんでしょ、どうせ。古代の恐怖。あー、これ嘘やろ。ここで雲はきつい。古代の、あー、ちょっと待て。よし、いや帯電ついてるんかいお前。ちょっとふざけんなよ。よっしゃー、オッケーオッケーオッケー。多分こいつらが古代人ってことなんだろうね。うん、これ3体目だわ。金の装備が入手できるみたいです。きつー。え、どういうこと。なんか止まらない牙がなんか3体ぐらい出てるの。いや違うよね。いや出てるわこれ。なんかえ、どういうこと。やべ、あー、ね、2回挑戦したけど、ちょっと難しいな。難しい。でも、金装備を3つ入手できました。若干難易度をね、2回目下ろしていったんで、なんとかいけたけども、で、エンチャントポイントを振ると、レベルが下がるみたいだね。レベルが。あー、これ、ね、振りまくってくるとレベル下がりまくるぞ。まあ、とにかく、難しいです。なので、ちょっとね、装備をもう少し、最新のものに揃えてから、やっていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。